ついにね、生まれたかもしれん。ほら、え、どこ？真ん中、ちょっとこの画面の真ん中見て。真ん中、あ、ちょっと、あ、潜っちゃったかもしれない。これ赤ちゃんっぽくない？これ？違う。あー、潜っちゃった。あ、もう一匹いた。ここ画面の真ん中見て、画面の。これ絶対赤ちゃんでしょ。ちょ、あの手どけて。そう、餌箱のすぐ隣あたり。あ、ここ、ほら。これ赤ちゃんだよね。そうかも。しかもなんか芽吹いたしね、これ。芽吹いたやつがね、これみんな何かわかる？この草。四つ葉になった。最初双葉だったんだけど、四つ葉ギザギザの葉っぱが出てきた。ということで、昨日の夜ね、寝る前、いつも寝る前に餌あげたり、水かけたりしてあげてるんだけど、寝る前見た時にさ、子供が、最初、ダニだと思ったんだよね。白い、なんか、土の表面よーく見たら、めちゃめちゃなんか、まあ、白い、なんか、ダニっぽいのもいる。確かに。あれと子供違うと思うんだけど、でもその中にね、よーく見たら、ダンゴムシのフォルムのしてるやつが、いて、多分ね、赤ちゃん生まれてると思うんだよね。一応ね、こっちがね、乾燥地帯と濡れてる地帯っていう風に分けては、いるんだけど、あんまり変わってないのかな。昨日ね、ちょっとよーく見ると、赤ちゃんダンゴムシみたいのが、たくさんね、いたよ。で、表面にすごい、ちょっとね、見てほしいんだけどさ、多分、ダニっぽいのが、すごいいたんだよね、昨日。この辺にたくさん、あ、今日いないかな。白いね。で、その中になんかダンゴムシっぽいのもいたから、草もね、最初全然食べてない。本当全然食べてない感じだったのに、最近夜あげて朝起きたら少量だったらもうなくなってるんだよね。たくさん入れてたら、まあちょっと荒らされてる感じで、まあ残ってたりもするんだけど、それもすぐなくなったりして、結構食べてくれてるのがすごくね、嬉しくて。餌あんまり姿は見えなかったんだけど、最初の方でも最近出てきてくれるんだよね。夜はね、ちょくちょく出てきて、なんかこの辺とか歩ってるようにはなったんだけど、いや、白いあいつらいない。夜出てくんのかな。今も昼まで暑いから出てきてないのかもしれないけど、白いね、ダニみたいなのたくさんいたんだよ。あれもダンゴムシだったんかな。もしかしたらダンゴムシだったのかもしれないよね。なんか動いてるように見えるけど、止まっ、あ、動いてるね、やっぱね。これ今画面の真ん中にいる。色的にわらじっぽくないな、これダニかな。あ、動いてんな。でもわらじっぽく、あ、わらじじゃねえ、ダンゴムシっぽくないよね。色的になんかオレンジだもんな。なんだろう、謎の生物がいた。あ、いないな、昨日あんなにいたのに。多分ね、なんか最近餌箱の下に隠れてる子がいるから、多分いると。あ、いていて、やっぱほら餌箱の下にね。あ、ちっちゃい子もいるね。あ、いたわ、赤ちゃん。お、2匹いない。あ、いた、餌箱の下にいたわ。最近ね、餌箱の下にね、あ、かわいい。え、待って、なんか、え、透明な子見なかった今、ここに。今隠れちゃったけど、あ、透明な子いる。あ、生まれたばっかの子かな。あ、すげえ、赤ちゃん生まれた。お母さんかな。あ、めっちゃいるわ。1、2、3、4、5。お、めっちゃ透明。あ、こっちにもいる。すげえ透明。おお、めっちゃ綺麗。すげえ透明だ。あ、こんな、この下に隠れてたの。ごめん、ちょっと今戻すけど、すぐ餌すぐ食えるから、ここに隠れとったんかな。すげえ、ちっちゃい赤ちゃんがたくさん生まれてる。おお、超透明だわ。ごめんごめん、ちょっとまさかこの下にこんないると思わなかった。あー、でもやった、餌箱の下に隠れとったね。餌箱の下に、すげえ、めっちゃ生まれてた。やったやった。ちょっとこれあともう1ヶ月ぐらい経ったら、もっとうじゃうじゃに増えてるかもしれない。今のところ大成功かも。
赤ちゃん生まれてた。おっけだね。夜になると出てくるな。あ、こっちみたいな。画面中央、これダニだよな、やっぱこれダンゴムシじゃないよな。でも画面の中央でうごめいてるちっちゃいやつ、白い夢中で食っとる、夢中で食っとる、かわいいな。夜行性なんだな、夜に。この餌のボックス持ち上げたらね、さっき持ち上げたもん。でも肉がこう完璧ダンゴムシだよね、やっぱね。今4日目か、4日目の1、2、3、4、そう4日目だな。めちゃくちゃ赤ちゃんが、あ、かわいい、めっちゃいる、めっちゃいる。これ完璧にダンゴムシの形してるからダンゴムシじゃない。霧吹きかける前分かんなかったのに、霧吹きかけたら出てきたのかな。めちゃくちゃいるわ、赤ちゃんが。あ、ここにもいた。あ、こっちにもいる。完全にこれはもうダンゴムシのダニとかじゃないよ、これダンゴムシの赤ちゃんの形だもんな。やったー、やったー、また増えてくれてるわ。あ、いたいたいた、餌箱の下でも。おにさ、こいついつも下に。あ、赤ちゃんもさっき潜ってたもんね。脱皮の殻みたいなのないの。あ、これ違うか。あ、すげえかわいい赤ちゃんだ。ちっちゃい。これ順調に全部大人になってくれたらかなり増えるな。ちっちゃい、かわいい。形はダンゴムシ、ごめんね、入れてるところすま。こう戻して、この辺めちゃくちゃいるわ、やっぱ。いやー、いいね、順調に育ってるね。うん、よかったよかった、この調子で大人まで無事に。こっちでこんだけいるってことは、ほんとここ掘ったらめっちゃいいんじゃねえか、下の方とか。すげえ楽しみだな、どんだけ増えるか。あとこの芽吹いてきたこの葉っぱの正体も気になるしね。ちょっと昨日よりかでかくなったかもしれない、これ。